たくさんの本に囲まれて育ち、読書家として知られる俳優の上白石萌音さん、25。中でも絵本はかけがえのない存在だという。今回訪ねたのは、大好きな絵本作家、吉武慎介さん、50、のアトリエ。念願かなっての対談に、終始、太鼓を踏んの上白石さん。親子ほども、年の離れた二人の共通言語は、他でもない絵本だ。初対面とは思えない意気投合ぶりで、吉武作品の魅力から、デビュー日は、意外な共通点、連理論まで存分に語り合ってもらった。私、アスカったら脱げばいい。白戦車、2020円、が大好きで、バイブルと言っていいくらい読んでます。もしこうだったら、こうすればいい、の提案が、必ずしも、いい子のやり方ではなくて、人の不幸を願ってしまったら、波打ち際に書けばいい、とか。こういうことを思ってる人、私だけじゃないんだ、って、すごく力が抜ける。かと思えば、思いもつかないような素敵な発想も詰まっていて。一番好きなのが、大人でいるのに疲れたら、足の裏を地面から離せばいい、という言葉。初めて読んだときハッとしました。たったこれだけのことで、子供に戻ったような、重力から解放された気持ちになれた。妹、上白石萌音歌、も吉武さんの絵本が大好きで、その停止が好きで。だから、よく、一緒にご飯を食べに行った帰りに、ちょっと、足の裏、地面から離そう、って、寄り道してブランコ乗ったりするんです。それくらい、日常のちょっとした局面で吉武さんの言葉や絵が浮かんでくすってなったり、あ、今だという吉武さんの登場場面が、私の生活にはたくさんあります。ちゃんと読んでます日々憶測、三津村図書、2022年、も大好きです。吉武さんの日々の憶測が冴え渡る。読んでいると、結局、自分の思考次第で、日常はいくらでも面白くできるし、いい子ちゃん、じゃなく、自分のまんまで、自分の考えたいようにやっていいんだと思わせてくれる感じが、大好きなんです。1割5分どころか。はい。驚きました。妬み、そねみのような、あまり推奨されていない感情をたくさんの人が持っているんだという驚きが一つ。それから、みんな持っていながら見えないようにちゃんと隠して生きているんだという驚きが一つ。僕は、隠しきれずに半世紀過ぎちゃったんだという、二重の驚きがありました。